こんにちは。情報基盤研究開発センターの岡村です。私はネットワークやセキュリティの研究をしています。専門は広域ネットワーク、いわゆるインターネットを対象にした研究です。私の研究は、ものとものを接続する方法に関するものです。また、最近は、 安全・安心に通信する方法についても研究しています具体的には、人の頭の中のものを直接接続する方法についてです例えば、ラーメンについて情報が欲しいと思ったときラーメンの情報を管理しているサーバーをまず見つけるのではなく欲しいラーメンの情報を直接取得できるようにするための研究です 福岡に来たら豚骨ラーメンを札幌に行ったら味噌ラーメンの情報が欲しいですよねでも福岡でも味噌ラーメンが食べたくなるかもしれませんまたアメリカに行くと変わったラーメンがあるそうなのでその情報を欲しいと思うかもしれませんが日本式のラーメンが食べたくなるかもしれませんつまり現在は 地理的な条件での最適な情報提供が主流ですが、私は人間が欲しいと思った条件で最適な情報を提供し、さらに最適に安全・安心な通信を行うための手法について研究をしています。新しいテクノロジーを積極的に試すのが大好きです。最近はパソコン離れと言いますが、今でこそパソコン。 特に小さくてて高性能なパソコンをを外で活用し、しノマドすす。るのを趣味としています昔から海外出張が多かったので2000年代に当時すでにスマートフォンと呼ばれていた Windows モバイルや当時人気のあった Nokia、ok、の端末をたくさん買って海外のどこでもノマドできるのを若いなりに自負していました。 そのようなスタイルが、現在の研究の根幹になっていると思います。自分がやりたいこと、不便に感じていることを諦めたり、当たり前と思わないで、それを研究のネタにしましょう。できなさそうに思えることほど、いい研究ネタになります。できないことを探すのは、現在はある意味難しいですが、 それが研究の第一歩になります。